動物園からクマが脱走だって。シオンも脱走してみたい。っていうかもうこんな時間か。早く帰って配信の準備しないと。うわクマが歩いて事務所入ってきた。やばい、バレたら食われる。誰かに電話して助けに来てもらわないと。はーい、何？あ、もしもしアクア、今事務所でクマに襲われかけてるんだけど助けに来て。へえ、クマすご。シオン食われるから早く助けに来て。うん、後でね。アップだ、後ろにいたんだけどシールド割れた。お前エピやってんだろ。ごめん、ちょっと今忙しいからまた後で。切りやがったし、ダメだ、早く次の人に電話しよう。そうだ、船長、船長なら助けてくれる、年上だし。はい、交渉です。船長助けて、今事務所でクマに襲われてるの。シオン食われちゃうよ。クマ？どんなクマ？もうやっぱりやつ、目がちばしてて爪とか牙とか1メートルくらいあって二足歩行してる。早く助けに来て船長。ああ、はいはいはい、あ、そういう、まあはい。船長はあんまりリアル系のガチクマはアウトオブ眼中でして、ぬいぐるみみたいにキャワイイモフモフのクマちゃんがタイプなんですよね。なのでまあ正直ちょっと興味ないっす。さすが。じゃあそういうことで。いや、好みとか聞いてないんですけど、通話切れたし誰も助けに来ないんだけど。シオンとの絆はどこにあんだよ。坂本か。まあシャチだし行けるか。あ、シオン先輩、今日配信で。坂本助けて、事務所でクマに襲われてるの。クマ8種類は知るか。早く助けに来て。わかりました、待っててください。なるはやで向かいます。助けに来ました、シオン先輩。早い、お前がシオン先輩をいじめる悪いクマか。やっぱり坂本、ぶちかましてやれ。シャチ舐めさせんな。うわ、俺のシオンから離れろ。坂本のうちが、やっぱダメか。シオン先輩助けて。後輩が体を張っているこの状況で先輩であるシオンが引き下がるわけにはいかない。世間体的に、こら